温度差が激しいと出やすいんですよね、多分。さあ、スピーカーした。はい、何？5200。5250。そうか。はい、ごめんね。体重増えてきますね、まだ。え？増えてきますね。増えてますよ。あ、でも、そっか。そうなんだね。年末で下がったんだね、一回。そうそう。5000人。その前が5450あったんだ。まあ、いいでしょう。早く5キロ切るよりも5キロ押してた方がいいですね。ちょっとぽっちゃりの方が。小デブですね。ちょっとぽっちゃりの子の方が心臓病を長生きするというデータがあるから。ごめんね。一応このトリミングあるみたいなので爪切りなし。ビールちゃん。何？爪切りなし。来週、あ、爪切りなし。あの美容院行くので。助かります。美容院だとさ、別にスムースに痩せるんですよね、多分。やれてますね。あの最初は嫌がるけど、やりだしたら大丈夫。うん。あれ、そういう子多いもんね。どこ行った？ごめんね、ちょっと海に行って優しくね。ここだね。さあ、長さん、インターベリーがさ、もうないからさ、こちら2本ぐらいお願いしますね。はい、もう一個の留守にしとこうか。でも、ちょっともうちょっと見なかったんですよ、これ。だって10歳だもんね。そうか、10歳。お、入ってく入ってく、光が一応網膜まで到達していくんだよね。えいちゃん、えいちゃん、えいちゃん、はい、どうぞ。舐めるだけでよっぺたっぺた。そうそうそう、上手だね。もう一回舐めてもらおうか。どうぞ。お利口だね。ゴシゴシはやめとこうか。仲良しのまま咲いておく。お利口だった。ゲット嬉しい。そーっとね。あ、そうか、まだプロテインビーツなんだ。そうです。メインです、今日も。それがメインですね。狂犬病行ってから、じゃあこの最後の方が。では、狂犬病にしても、他の予防注射なんでもそうですけど、人間のコロナにしてね。1万年に1例ぐらいアナフィラキシーというのがあって、それは死んじゃう可能性があります。で、打つと大抵5分以内ぐらいで出てきます。出てくると血圧が下がるから、ピタッとしてきて、下の色が真っ白になってきちゃう。ピタッとしてもしそのことがあったら、すぐに言ってくださいね。それだけはすぐ手当てしないでしょうね。あと出る副作用、有害事象として可能性があるのは発熱ですね。発熱に伴って食が落ちたりとか、それからあとは、ジンマシン、アレルギー反応でジンマシンが出ると、そうすると痒くなって、ワンちゃんは割とこの辺が腫れる子が多い。こう。まあ、それはまあ、死んじゃうことはないです。でもまあ、打って30分か20時間ぐらいで出て壊れてます。でもまあ、それもさ、圧倒的に出ない子が多いですよ。手も打たんのがいいな。よし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 。
ごめんね。でもそれなりに。まあでもトリミング行くんですね。はい、大好きです。誰が悪かった？一番気に。ちょっとできたママが悪かった。誰が悪かった？去年泣かなかったじゃん。当たりどころが最初悪かったね。すみません。見られてるけど。3月31日。もう怒ってないね。今日持ち帰ります。オッケー、じゃあ。お家で作るのこれから1日にしてください。あ、はい、先月が3月31日だから、はい、レボリューションですよね。はい、じゃあ毎月1日に行きましょう。はい、じゃあいいよ。もう出てない。頑張った。それも怒っちゃう、それも怒っちゃうな。はい、じゃあまあそういうことで、今ちょっとなんかピタッと待ち合わせするやつはすぐ声かけてくださいね。どこだ？大丈夫だった？暗かった？はい、見えちゃった。